流刑地にては、フランツ・カフカの短編小説。1914年10月執筆。カフカは当時長編、新版を書き進めていたが、行き詰まったため中断しこの短編が書き上げられた。その後1919年に、クルト・ボルフ社より60ページほどの書籍として刊行されている。とある学術調査の旅行家が、流刑地での処刑の立ち会いに招かれた。この地では処刑のために特別な拷問機械を用意しており、旅行家は処刑される予定の囚人の傍らで、熱心な将校からその機械の説明を聞く。その機械は2つの棺を組み合わせたような形をしている。実際に使用するには、まず下の方のベッドと呼ばれる部分に囚人を腹ばいに固定する。そして、上部の製図屋の中で組み合わされた歯車によって、製図屋の下につけられたマグワと呼ばれる鋼鉄製の針が動き、囚人の体にその罪に沿った判決文を時間をかけて刻む。処刑には12時間もの時間がかかり、最後には囚人は死体となって片付けられる。この機械は前任の司令官によって作られたものであり、将校には特別な思い入れがある。そして現在、この機械による処刑は批判にさらされ、現在の司令官の下で存続の危機にあるという。将校は機械の説明をしながら、この機械の存続のために一肌脱いでくれないかと旅行家に頼む。しかし、処刑機械の非人間性を感じていた旅行家は、その頼みをきっぱりと断る。すると将校は突然思い至って、縛り付けられていた囚人を放免する。そして、製図屋の中身を新たに入れ替え、自分が裸になってその機械に横たわって、機械を作動させる。しかし機械は鈍い音を立てて壊れ始め、製図屋からは、歯車が次々と飛び出し、マグワは、わずかな時間の間に将校を串刺しにして、殺してしまう。収録されている書籍名を記す。ありがとうございます。